ですか、ね、あんまり滝って見たことなかったのか。山梨に友達がいて、まあ、滝見に行こうぜってなって滝を見に行ったんですけど、すごく面白いんですよ。でここにこう水が当たるじゃないですか。水の流れが作ったデコボコなんだけど、それに当たる様子もすごく面白くて、だから日本の昔の絵とかに滝がよくある理由が分かったというか、いつかもしかしたら描いてみたいな。